ジャン・クリストフ、ロマンドラン。前回の続きからです。労働者階級の間を通り抜けるうちに、オリビエは二人の知人を得ていた。二人とも彼と同じく独立者であった。一人はゲランという教授屋だった。気まぐれな勝手な働き方をしていたが、しかし非常に器用だった。自分の職業を好んでいて、美術品に対して生まれつき趣味を持ち、観察や勤勉や博物館見学などに行って、その趣味を発達させていた。オリビエは彼に古い家具を一つ繕ってもらったことがあった。その仕事は困難なものだったが、彼は巧みにやってのけた。多くの苦心と時間とを費やしたのだが、オリビエにはわずかな謝礼をしか要求しなかった。それほど彼は仕事の成功に満足していた。オリビエは彼に興味を覚えて、身の上をいろいろ尋ね、労働運動について彼がどう考えているかを知りたがった。しかしゲランは労働運動については何にも考えていなかった。そんなことを気にかけていなかった。彼は労働階級に属していなかったし、またいずれの階級にも属していなかった。彼はただ彼だった。彼は書物をあまり読んでいなかった。その知的教養はすべてパリの真の民衆に将来備わっている官能と目と手と趣味とで出来上がっていた。彼は幸せな人間だった。そういう方の人物は、労働階級の中流者には珍しくない。そしてこの労働中流階級こそ、国民のうちの最も賢明なる種族である。なぜなら、趣向と精神の健全な活動との間の立派な平衡を実現しているからである。オリビエのもう一人の知人は、一層独特な人物であった。それは、ユルトゥルーという郵便集配人だった。背の高い高男子で清らかな目、どちらも金褐色の口ひげと、昭和ごひげ、開けっぱなしの快活な様子をしていた。ある日、書き留め郵便を持って、オリビエの部屋に入ってきた。オリビエが署名している間に、彼は書棚の書作を覗き込みながら、表題を見て回った。ははあ、と彼は言った。古典をお持ちですね。そして言い添えた。私はブルゴーニョに関する歴史の古本を集めています。君はブルゴーニョの人ですか？とオリビエは尋ねた。高貴なブルゴーニョ人、剣を横たえ、顎ひげ生やし、羽よ、ブルゴーニョ人。と郵便集配人は笑いながら答えた。私はアバロンのものです。1200年頃からの家系やなんかを持っていますよ。オリビエはちょっと気を引かれて、もっと知りたくなった。ユルトゥルーは元より話したがっていた。彼は実際、ブルゴーニュの最も古い家柄の一つに属していた。先祖のうちには、フィリップ・オーギュストの十字軍に加わった者も一人あった。また他の一人は、アンリ二世の下の国務大臣だった。17世紀から次第に一家は衰退してきた。大革命の時に一家は没落して、民衆の
潮の中に沈み込んだ。そして今ようやく郵便集配人ユルトゥルーの正直な勤労と肉体精神の強健とによって、また斧が種族に対する彼の忠実さによって水面に浮かび上がってきたのだった。彼の最上の楽しみは自分の一家やその故郷に関する歴史的および家系的記録を集めることだった。休みの時には文書館へ古い書類を写しに行った。自分にわからないことがあると古典学校やソルボンヌ大学などの懇意な学生のところへ行って説明してもらった。彼は著名な先祖のことにも目を回しはしなかった。不幸な運命に対するいささかの不満も示さず、笑いながら先祖のことを話した。彼は見るも愉快なほどの無頓着な強健な快活さを備えていた。幾世紀かの間なみなみと流れ、幾世紀かの間地下に隠れ、次にまた新しい勢力を地底で回収して湧き出してくる種族の性の神秘な象徴のことを、オリベは彼を眺めながら考えた。そして民衆なるものは過去の下流に流れ込んで見えなくなり、また名前は違うが往々にして同じものである未来の下流が流れ出してくる。一つの巨大な貯水池であるかのようにオリビエには思われたのだった。ケランとユルトゥルーとはオリビエの気に入る人物だった。しかし彼らはオリビエと仲間にはなり得なかった。彼らと彼との間には多くの会話の種がなかった。少年エマニュエルはますますオリビエを占有していった。今ではほとんど毎晩のように彼のところへやってきた。あの不可思議な話以来、一つの革命が少年のうちに起こっていた。彼は知識欲に燃え立って読書に熱中した。書物を読み終わるごとに肝を潰したような心地になった。前より一層愚かになったような気がした。ろくに口も聞けなかった。オリビエはもう彼からわずかな片言先語しか引き出すことができなかった。オリビエから尋ねられると彼は馬鹿げた答えばかりした。オリビエはがっかりした。がっかりした様子を見せまいと骨折った。自分の思い違いであって少年は全くの馬鹿だったのだと彼は思った。少年の魂の中で行われている恐ろしい熱狂的な不可作用は彼の目に止まらなかった。元来彼は節烈な児童教育家であって、畑の草を抜いてあぜを掘ることよりもいい種をつかんで手当たり次第にまき散らす方が得意だった。クリストフがいるために一層当惑をきたした。オリベエは自分の庇護している少年を友の前に出すのが苦しかった。その愚鈍なのが恥ずかしかった。エマニュエルはジャン・クリストフのそばではたまらないほど愚鈍になった。むっつりと黙り込んでしまった。彼はクリストフをオリビエに愛せられているからと憎んでいた。他の者が自分の師匠の心中に場所を占めることが我慢できなかった。そしてクリストフもオリビエもこの少年の魂をかじっている愛と嫉妬との凶暴を夢にも知らなかった。とはいえクリストフも以前そういう心境を経てきたのだった。しかし彼は自分と異なった自禁でできているこの少年に理解がなかった。
健全な遺伝からなっているこの不文明な合金の中では、すべてが愛も憎しみも内在的精神も一種異なった音を立てているのだった。